はいどうも「サブチャンネルのボクカスト」ということで今回は注目された移籍選手今期の成績その移籍は成功それとも失敗。 ということでございまして、個人的にですけれどもね、今年のえ冬の市場ですね、シーズン前のオフ、そこでまあ移籍してきた注目の選手、それらの選手の活躍と調査的なことですけどもね、やっていこうと思ってます。よろしくお願いいたしますということで、以前ですけどもね、なんかメインかサブチャンネルかどっちかえ忘れたんですけども、そんな動画をあげた気がするんですけども、さらにもっと細かいところですね、本当にこう、あ、この選手が移籍するのかみたいな注目した選手、 世間的にももですけどもねじゃあその選手移籍、まあ、に見合った活躍があったのかとか移籍、まあ、になくてもこう注目に値するそんな活躍しているのかどうかというのを見ていこうと思ってます。よろしくお願いいたします。ということでございまして、まあ、早速やっていきますけどまずこちら。 えまず補足ということでございましてですけどもね、真ん中のところですよね、今回言いたいのは。紹介したい選手というのが僕は今回多いので、この手の動画メインチャンネルでえ2本ですね、動画概要欄にあるメインチャンネルですけどもね、そこでも同じような動画2本上げますま。別の選手の話をえしていて、すでに1本上がっております。こんな感じで1本動画上がっているんで、こんな感じの動画はメインで2本、そしてえサブチャンネルこちらですね、こちらのサブチャンネルで2本に分けてやっていくんで、合計4本ですね。この のの活躍度調査はまあ合計4本のえ動画ででやっていくんここちらねこちららねサブチャンネルで下書いてますけどね、サブチャンネルは動画概要欄で書いてるんですけど、これはメインチャンネルでえ作ったものなんで、そう書いてるだけで、メインチャンネルの方はだから動画概要欄からえ登録よろしくお願いしますという話には今回えなってきますんで、またね本当遺跡の話とか今後えどんどんやっていこうと思ってるんですけども、ね本当えまあ遺跡、これからね遺跡どんどん活性化していきますしそ、ろそろ遺跡の選手のえ噂話とか出るかもしれませんしね、ということでございまして、今回、ま、あ サブチャンネル日本中1本目ですけどもね、えー、早速やっていきましょうまずこちら。 エドワード選手ですね、トスから横浜 F マイナスに移籍したエドワード、まあ、上の方が昨年の成績になってきますが、えー、昨年サガントスの方では36試合で、えー、36先発ということで、本当に素晴らしいこれ出場時間を、えー、稼ぎましたね。まあ、なかなかこれエドワード選手も、ね、怪我がちの選手で、ね、なかなかフルタイム出場って難しいと思われた選手でございますけども、昨年、えー、センターバックとして3ゴール、ね、3アシスト、えー、素晴らしい成績残しました。今年は14試合で12先発で2途中出場ということでございますね。 ありません、まあ、このエドゥダード選手もね、ガンバーサカーへの移籍がもう、えー、決定的みたいなこと言われていて、で急転直下、突、まあ、に残るとね、突、えー、に残ったんだけれども、それからまた、えー、しばらくして、今度、マイナスの方がチアゴ・マルチンス選手が移、ま、籍、あ、をする、アメリカの方に行ってしまうということで、そこでまた移籍金を吹っかけて、えー、そこで突からですけど、今度また移籍をするということで、まあ、本当、エドゥダードを巡る物語というのは結構今年の、えー、冬は暑かったという感じがしているんですけどね、そのままあ、突、えー、から電撃移籍を果たしたエドゥード でございますけれどもねで、まあ、序盤戦をミスからやっぱ失点に絡むシーンというのが何回かがありました。印象的なのは柏レイソル戦ですかね。えー、横浜 F ・マリノスのアウェー柏レイソル戦、春先のゲームでまあ失点に絡むというのは結構あって、ちょっと僕はその時の印象が強くてまだ残っているんですけれどもね。まあというのがありますので、ちょっとミスからの失点に絡んだりとか、ちょっとあんまりはまっていないなというのがあったんですけど、また最近はですけどね、ね本当レギュラー、まあ、マリノスがこう誰をレギュラーとするか、今年はあまりこう決まってない。 ってないですよね本当、えー、みんながみんなレギュラーじゃないですけれども、うまいこと各ポジションローテーションしながらやっているんでね、ね本当激しいレギュラー争いが、えー、繰り広げられているわけでございます。まあ、直近の試合で見ると、エドワード選手、5試合中4試合で先発を、えー、果たしているんで、まあ、監督からの信頼というのもだいぶ高まっているような感じが、えー、しますしね、まあ、本当、でまあ序盤の方はですけどもね、あんまりこうね期待を裏切るじゃないけどもね、あれ、期待していたのと違うなみたいなことをちょっと、えー、言われがちだったんですけれども、しかしまあ最近はサポーターもこれ、監督も、えー、だいぶ エドワールド選手の対する信頼感というのは変わってきてるんじゃないかという感じが、まあ、しているのでこの席に関しては、まあ、成功の部類に入るんじゃないかと個人的には、えー、思っているわけでございますけどもね。はい そして、えー、藤田ジョチルチは、こちらはマリノス移籍の選手でございますけども、昨年が28試合に、えー、出番がありまして、で16先発、12途中出場ということでございましたね、えー。今年は得点はありませんが、アシスト1本、えー、決めてますが、この得点とかアシスト以外のところでの、やっぱりこの彼の活躍というのは大きいですね。このカバーリングとか守備のところの、えー、活躍もそうなんですけどもね、しかし、ミドルパスの精度も高まったとか、えー、しているんで、やっぱ藤田ジョエルチーマー一番下に書いているんですけどもね、えー、徳島の移籍はそもそも成功脱だっ,たってなってますね。だ That チータっっっててなまますすけどね、えー、だったっていう話でござヴ、ねまあえー、ベルディ、ベルディ徳島っていう、これもなかなかね、えーまあ、プレースタイル的にも同じようなチームに移籍しました。まあ、そもそも徳島への移籍が成功だったんじゃないかっていうのを改めて感じますよね。なんから、まあ、東京ベルディでしっかりこれね、ね基礎的な技術を、えー、磨いて、そこで徳島ですね、ポエトス監督のところで、まあ、さらに、まあ、スペイン流のサッカーとか、えー、ボールポジションとか、そこをしっかり学んで、えー、さらに今度マイノスの方に移籍して、まあ、本当ね、チームスタイル的に同じようなチーム、まあ要は藤田ジョエル チーマーがまあ本当活躍する自分に合ったチームをずっと選択していて、今の活躍があるんじゃないかって僕は思っているんで、この藤田ジョエルチーマーに関しては、やっぱこう3つ、今3チームか、これが3チーム目でのプレーと思うんですけどもね、全てで成功している感じがしますよね。だから本当、今後、世界に羽ばたくのは僕はえ時間の問題じゃないか、もうこれ当たり前のことですよね。何お前当たり前のことを言ってんだと言われるかもしれませんけどいやしかしこんなにね、いろんなチーム、さっきも言った通りまり、自分のプレースタイルに合ったチームをしっかり探すこともできて いるんですけれどもやっぱりこう環境が、ね、変わったりとか、監督が変わったりとかして、なかなか出番が、ね、ない選手とかいる中で、こんなにいろんな監督のもとでしっかり、えー、適応しているんで、まあ、世界のどこに行っても大げさかもし、えー、れませんけれども、まあ、どんな監督のもとでもこれ、えー、活躍することができるんじゃないかっていう感じは僕はしているんで、本当、えー、将来の日本代表、まあ、中盤の選手、務、えー、めるような藤田チョルチュマまじゃないかっていう感じで期待をしているわけでございますけどもね。はい そして山中はですね、裏側からセレッソに接近した山中でございますけど、えー、今季が17試合、14先発ですね。で、えー、今年ゴールないんですけども4足と、まあ、昨年のアシスト数を超えておりますね。で、まあ、やっぱ山中はね、その左足、やっぱ錆びないですね。ほんと素晴らしいクロスからのチャンスメイクということでね、まあ、ほんとセレッソ坂、なかなかね、得点力というところではセレッソ坂も課題があるんですけども、やっぱこうチャンスメイクとかね、ああ、ちょっとヒヤッとしたなみたいなシーンも結構多いんでね、まあ、この山中の左足というのはまず,ずっと錆びない な,い,なという感じで見ておりますねでここしかし左サイドバックですね、山中の左サイドバックのとこは丸橋選手がいて、えー、船木選手もいるということで、まあ、丸橋選手はちょっと怪我を、えー、しているんで、離脱中であるんですけれども、この、えー、サイドバック、船木選手も調子がいいんですよね。この船木もほんと相当にいいんでね、このままあ、ちょっと怪我をしてますけどね、さっきも言ったよまに、あえー、ベテラン丸橋、そして若手の船木、そこに間に挟まれ、中堅山中ということでね、このセレッツの左サイドバックをめぐる争いというのは相当面白い。年齢構成的にも え実績とか今後のまあ未来のことを考えると、相当面白い争いが繰り広げられていますし、このまあ船木の存在というのが、また山中のこれねえ活躍というか、そこを後押ししている感じもえします。本当、元日本代表ですけど、山中選手もですけどもね、が成長する環境にいる、これ、山中にとっても本当、幸せなえ環境に今、身を置いていると思うんで、山中もとこの船木がまだ控えているんでね、ここ、切磋琢磨して、今後も活躍祈っていこうと思ってますけどもね。はい そしてルキアンですね。えー、ジュビロから福岡に移籍した、えー、ルキアン選手にはなってきますが、J2 得点王はしかし J1 でちょっと、えー、苦戦をしておりますね。昨年41試合、まあ、J2 ですけどもね、昨年 J2 で41試合で、まあ、22ゴール8アシスト、まあ、驚異的な数字残して得点王に輝いたルキアンでございます。今年の福岡の補強の、えー、目玉だったんですけども、なかなか、ねうん、得点が伸びてこない。まあこのでまあ、3得点上げているんですけどもね、ね、まあ、やはりなかなか難しい状態。まあ、3点じゃやっぱり,、えーもの足り 2、まあ、アシストも決めているんで、まあ、得点関与としてパッと見て分かりやすくは5にはなりますが、まあ、やっぱ2桁ゴールというのは期待されていた選手ですよね福岡もやっぱ得点力不足というのがやっぱ課題であって、ね、守備のところはある程度通用するというのはシーズン前から分かっていただけにもう1枚これ山岸の相方が欲しいということでルッキーは最高の補強じゃないかと思われたんですけもなかなかやっぱり得点数としては伸び悩み J2 と J1 ってね力の差がだいぶなくなってきてはいるんですけれども力の差はなくなってきているんだけど やっぱりこう、えー、最後やらせない守備というのは J1 の方がやっぱり高いものがあるんで、ルキアン選手もこう最後をね、決めきることができなかったりとか、J1 のディフェンダーの壁に阻まれてますね、完全にですけどもね。で、まあ、守備のとこも含めてですけれどもね、やっぱりこう献身的なプレーというのは認められております、サポーターからもですけどね、やっぱりルキアン、なんだかんだでね、J2 得点王でありながらも、しっかり守備のとこ頑張る選手でありますその献身的なプレーというのは認められているんですけれども、しかしまあ、本音のところを言うと、福岡からするとちょっと誤算、この得点力がもうちょっと高 高まっていればなーっていうのがあると思うんでちょっと福岡からするとエコさんになっているんじゃないかと思われるわけでございますけどもねはい そして、今回最後、垣田選手ですね、鳥栖、まあ、徳島か鳥栖、まあ、徳島って書いてますけど、過去は鹿島ですけどもね、えー、からのレンタルということで、昨年 J1 で36試合で8ゴール、2アシスト決めています。そして、今年は23試合で6ゴール、1アシストでございますね。で、まあ、この、ね、柿垣田選手に関してはですけどもね、えー、僕が、ね、スタジアムに見に行った試合でしか、えー、点を取らないというかですけどもね、この垣、えー、田選手の今シーズンの6得点ですね、えー、この6得点とも僕の目の前で、えー、全部決めてるっていう話 逆にこれ僕が見て見に行っていない試合か、僕がこのトスの試合を見に行っていない試合では得点が決まっていないんで、僕が見に行ったら結構な確率で得点決めるという話でございますけどもね、そんな柿田選手でございますけど、やっぱりこう6得点、これは結構ね、トスでも絶対的なレギュラー選手じゃなくて、むしろ途中からの出番が多いんですね、柿田選手はですけどね、9先発、14途中勝ということでありますが、見てほしいのはシュート成功率ですね。のこの選手はシュート成功率が高い 20%ということで、サッカーにおけるシュート成功率って、大体じゃあ何が優秀な部類に入るのかっていうと、大体20%超えたらもう優秀な部類に入ると言われているんですね。で、このね、途中出場が多い選手がね、しっかり成功率20%超えるというのは、これは本当相当優秀な選手になるということでございますね。6得点というのも別に少ない数字ではないですしね。で、シュート成功率は20%超えているということで、本当、キ田はもっと評価されていい選手と思うんですけども、なかなかやっぱり 出番が回ってこ,ない、まあ、これはね、多分監督がどう,こう,どう考えてるか中に、えー、なっていくると思いますが、もうちょっと僕は出番があってもいいのかな、突、ま、然、あ、も毎試合バカす点を取ってるようなチームではないんでね、柿田は実行にうんたらかんたらみたいなのこともあっていいのかっていう感じが、えー、しますが、本当ね、6ゴールでありますが、本当シュート成功率が高い選手なんでね、うん例えば柿田の課題でいうと波があれば、プレーに波がある、プレーというかこうシーズン中ですけどもね、シーズン中において波が高いっていう選手になってきます。これね過去の徳島時代もそうだったんで ですけれどもねこうバカすこ点を取るような期間があるんですね、彼はですけれども、えー、4試合連続ゴール、5試合連続ゴール、えー、固め打ちしましたって言ったら、その後パッ と得点が止まるんですね。こう、ね、連続ゴールを決めたかと思うと、そこからしばらくゴールがなくて、また、えー、短期間で集中的に点を取って、またしばらくゴールがないみたいな、ね、波がある、シーズンの中でも波がある選手、めちゃくちゃ点を取る時期もあれば沈んでしまうこの時期もあるという選手になっていくるで、そこの波がやっぱ彼は解消されれば、本当、えー、日本代表とか海外に狙える選手になっていくと思うんですけど今年はもちょっと波があるかなという印象でございますけれどもね。しかし、まあ、歌詞もそろそろ戻すことを考えるんじゃないですかね。ね上田愛 体勢が移籍してしててまってフォワードのところ結構苦労してる感じがするんで、来季は柿田、突然僕は残ってほしいんですけども、もしかしたらようやく柿田がね、この鹿島の赤いユニフォームを着てプレーする、そんな時が来るかもしれませんが、さあ、どうやらこの柿田選手も去就が注目される選手の一人ありますけどもね。はいということで、以上になりいます。ね以上、パラプンテ、ジェルサッカーチャン、サブの僕でした。よかったらチャンネル登録します。さら。